今日は何を買おうかな。ベケッツ、また何か買うの？家中いらないものばっかりじゃん。月光寺さんの絵画とか絶対にいらないでしょ。いやでも1円だよ。まあ気持ちはわからなくはないけど、ってあれ、いつものお店が閉まってる。お菓子買おうと思ったのに1円で。あんなに人気だったのにな。あれ、こっちのお店も閉店してる。なんで？なんでも1円だからお客さんもたくさん来ると思うんだけど。なんでも1円、そうか。どうしたの？なんでも1円になっちゃったから儲からなくなったんだ。いっぱい売れるよ。一つの商品を作るにはたくさんの材料が必要でしょ。例えばポテチを作るのも材料として、じゃがいも、油、塩、それに袋も必要になる。でそれぞれにお金がかかるんだけど、普通の世界ではこの材料のお金よりも商品を売る金額を高くすることでその差が儲けになっているんだよ。ちょっと分かんなくなってきた。すごく分かりやすく説明してるつもりなんだけどな。